考える時間帯もあると思いますよね。さあ両クラブの選手たちがピッチへと足を踏み入れていきます。落としたところ安井から縦、山田が鎖になって今度は右サイドに展開する。さあクルクス前が空いている。クルクス自分で仕掛けに行って左足前でいった。先制点はセレッソ大阪、ジョルディ・クルークス左足。非常にコントロールされた見事なシュートでしたね。はい、立ち上がりにまずホームのセレッソ、クルークスのゴールで1点を先制となりました。まあ、ここ、まあ、左サイドバックの奥山選手の対応というところはかなり難しいと思うんですよ。やはりこれクルークス選手縦への突破もありますし、はい、ここはクルークスから今度は中へ早めにクロスを入れていきました。前熊からさあここは上城の少しループ気味のシュートでしたが、セレッソ陣内深く押し込んでいる町田、荒木縦へつないできて、ここはバイロン。ここでエリキを走らせてこれが通ります。エリキ、そしてこれが PK になる。ながらのこれはまあ折り返しのクロスだったと思う、パスだったと思うんですけども、まあ、少しさあ FC 町田同点のチャンス、やっと手には当てましたがゴールに吸い込まれて、ここで町田ゼルビア同点。モーションを最後に見てましたからね、まあ、あとあれを弾ければっていうね外に。さあそして再び町田エリキが上がってくる。そして左サイドナサンホ、ナサンホビューティフルゴールが吸い込まれました。前半クルックス選手が決めた逆のバージョンですよね、はい、右足でっていうところ、まあ、ここ得意なコースだと思いますよね。見事にコントロールされた。これもかなり際どいね、隅にかけて、まあ、その辺がどうするのか。とこれも中途半端になりました。荒木奪って中フリーダーバスです。中へ清武のところ、ドレシェビッチ、そしてバスケス縦に走らせました。エリキ、なんとこれをかわした。あとは無人のゴール、さらにかわして流し込みました。 FC 町田追加点。この時間になっても疲れ知らず、 しかもこの冷静さで最後もシュート打たずによく相手見ながら最後押し込みましたね、うん、これが去年の J2MVP の実力、うん、この辺のまあチーム全体としてのしたたかさ。そしてここで終了のホイッスル。第一戦を制したのは